詳しい震度情報が入ってきました。お伝えします。先ほど8時16分ごろ発生した地震で震度5弱を観測したのが城里町となっています。先ほど発生した地震で震度5弱を観測したのが茨城県の城里町となっています。その他震度4を観測したのが福島県白河市、田村市、浅川町、玉川村、山釣町、古殿町、泉崎村、中島村、いわき市、浪江町、大熊町、楢葉町、茨城県水戸市、日立市、ひたちなか市、北茨城市、日立大宮市、日立太田市、東海村、笠間市、大子町、土浦市です。栃木県宇都宮市、下野市、埼玉県久喜市でも震度4を観測しております。先ほど8時16分ごろ福島県中通りを震源とする最大震度5弱の地震が発生しました。地震の規模を示すマグニチュードは 5.3、 震源の深さは約 90km となっています。この地震による津波の心配はありません。この地震による津波の心配はないということです。